田村神社は、香川県高松市一宮町にある神社。式内社、佐抜国一宮。旧社格は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。別称として、田村大社、一宮神社、定水大明神、一宮大明神、田村大明神とも、高松市中部、高松市街地から南に約7キロメートルの地に、鎮座する。一帯は、 入水地であり、現在も当社の奥殿が神園の上に建てられているように水神信仰を基盤とした神社である。佐抜国内では名神大社三社の一つで佐抜国の一の宮として推計された。また、現在に伝わる神宝は田村神社古神宝類として国の重要文化財に指定されている。なお、田村の社名は鎮座地名によるもので、 他の田村神社のような坂の上の田村マロとの関係はない。祭神は以下の五柱で田村大臣と総称される。田村大臣について、中世の書物では、猿田彦大臣や五十教セリ彦命を指すとされ、近世には神串別名、宇治姫命、田村姫命、田村命など様々で一定していない。社元創建前は、 井戸の上に神が祀られていたという社殿から、もともとは当地の水神であったとする説もある。社殿によれば、古くは低水井という井戸にいかだを浮かべて、その上に神を祀っていたという。その後、和道2年に狂気によって社殿が設けられたのが創建とする。この低水井は、現在も奥殿の下にある。なお、当初は義援総城によって、 大宝年間に回帰された一宮寺と同一視されていた。朝廷の当社に対する信仰は厚く、平安時代にはたびたび深海の授与が行われている。また、延長5年の演技式新明朝では、佐抜国香川郡田村神社と記載され、名神大社に列したほか、佐抜国一宮として信仰された。県人元年には小一くらいの少女があったとされ、 公安7年7月日の命を有する、小一遺伝村大名王人の見学が残っている。また武家からも数計、統制を受け、長六四年には、細川勝元により、社殿造営や、鬼神のほか、佐抜国一宮田村大社壁書が定められた。これは、当社の関係者に対し、守るべき事項を26箇条で記したものである。天正年間には陛下により、 一切共造を消失したが、戦国秀久から車両百国を寄進された。その後も、車両の寄進を受け、藩主が松平大善家に変わった後も祈願書として、数計された。遠方7年、高松藩主であった松平氏により、一宮寺が分割され、後に一宮寺は別の地に移された。その際、一国一宮として選ばれていた四国十八箇所の、 札書と、本寺、聖観音像は、一宮寺に移される。明治4年、近代社格制度において、国兵中社に列した。いずれも、田村神と記載。本社拝殿、奥殿は宝永7年の造営で、かすが作り。奥殿は二重構造で、前方は本殿に接続していて、間座があり、その床下に、低水井と呼ばれる深淵がある。なお、 現在、奥殿には、垣根で近づくことができず、うっそうと茂った木々でほとんど見ることはできない。拝殿は、明治10年の再建で、入りも屋作り。その他境内には、海軍少年飛行兵の石踏み、海外開拓者柔南の石踏みなどの鎮魂のための、石碑や桃太郎を話に固くした犬、猿、木地時光彦の、 大和ととひももそ姫命やさぬき七福神の石像など多くの石像物が設けられている。べざい天像主な抹茶を本社の向かって右から外へ順に。その他、姫めの実やあわしましゃ、いななど多くの抹茶が祀られている。岡谷神事は春と秋に行われる特殊神事。奥殿の下にある井戸にかやを下げ深縁の姫神にこもってもらう神事である。 5月8日に、春季霊大祭とともに岡谷推進寺で蚊帳が下ろされ、10月8日に、秋季霊大祭と共に岡谷通る神寺で蚊帳が上げられる。高松市、香川郡一園では、この神事に従って5月8日以前に蚊帳を吊るす、際は一宮を外す風習が残っている。所在地交通アクセス周辺毎週日曜の午前中に、朝市が開かれており、シャワキの建物では、 サヌキうどんの店が開かれる。サヌキうどんは、香川県の特産、観光資源として有名であるが、田村神社日曜朝市のサヌキうどんは、県内でも珍しい、神社で食べるうどんとして知られている。ありがとうございます。